今日はですね、和歌山から来てくれたっていうのもすごくあって、私たち和歌山としてもすごく楽しみにしておりました。本当にね、本当に来てくれてありがとう。また高知もぜひ遊びに来てください。よさこい祭りね、本番では踊れなかったですけど、ちょっと記念になればと思って、ちょっとね、一生懸命かき集めてきたものがあります。そしたら、ちょっと一列に並んでもらおうかな。コレクションさん、前一列に並んでください。和歌山さんが、第66回の時の、共演状メダル、もう当然ながらないんですが、なんとかかき集めて、一生懸命今日踊ったという記念にですね、メダルを、差し上げたいと思います。そしたら用意できたかね。まあ一応コロナということもあって、袋のごとになりますが、渡したいと思います。そしたら、はい、渡してあげてください。そして、今日ね、このパーティー活動終了されるということで、長年よさこいに携わってきて、そして僕も代表として、長いことをさせていただいておりますが、本当に大変なチームを力むというのはすごく大変なことです。本当にね、ここで活動終了されるのは本当に寂しいですけど、まあ、気持ちだけですけどね、お祝いしたいと思います。本当にお疲れ様でした。けど今日来れたのは全員ではありません。来たかった子も涙しながら断念した子もあります。その子たちの気持ちも含め今日は演舞させていただきました。和歌山市の皆さん、本当にありがとうございました。もう夢を叶えてくれたことも子供らは泣いて待ってるけど、本当に幸せな一日やったと思います。いい記念になりました。本当にありがとうございました。名残惜しいですが、これで終了したいと思います。本当に今日は来ていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。